はい、こんにちは。今日はね、モルガンやっていきたいと思います。はい、とこんな感じで芋虫の形をした戦車ってゾイドに出てくる生物兵器ですね。作中では小型ゾイドに分類されるとは言っても人が乗れる大きさではあるんだけど、今回は人間サイズで作っていきます。ということで、行ってみましょう。まず、前回制圧したドローン基地まで移動しようかな。って言ってもね、今ほとんど荷物がないし、今回必要なのは雑用で設計図を使うための電池くらいですね。とはいえまだこの辺は古い土地なので、今後に備えて植物の類は増やしときます。はい、で前回散らかしたまんまなので、これは最低限作業ができるくらいまで整備していくとして、今回は動力として暴れベアリングを使っていきます。これベアリングをひねった時に発生する謎の動きを利用したバグ技なんだけど、挙動が不安定でまともに制御するのは難しいので、だいたいどっかに飛んでっちゃうんだよね。まあ今回は動力として使えるものを十分に確保してないっていうのと、コンパクトなものとしては最適なんじゃないかってことで、これを採用してみます。で、私は基本的にバグ技と呼ばれるものは普段使ってないんだけど、それを使うことってやることが減ることってのが禁じ手の目安になってます。具体的には暴れベアリングに関しては簡単な素材で作れる上に無限動力でもあるので、これを使うことって燃料とか重量を工夫する必要が減るって話なんだけど、とはいえこれによって小型の動くものが作れるっていう側面もあるので、この辺の折り合いの付け方は好みの問題ですね。あとバグが修正されると使えなくなるってのもリスクになるんだけど、逆にバグがあるうちしか遊べないっていう考え方もあるし、この暴れベアリングに関しては何年も治ってないのって、もう一生治らないのかもしんない。とかなんとか言ってる間にベアリングを自動で生成する装置が出来上がりました。湧いてくるドローンを自動で潰せる仕組みですね。たまに引っかかるんだけど、もうこんなもんでいいでしょう。はい、これで準備は出来上がったので実際に作っていきます。まず改めて暴れベアリングなんだけど、簡単に言うとこんな感じで外輪をひねった形で軸をくっつけると謎の力が発生します。出力の調整に関しては一応コツがないこともないんだけど、どのみち不安定で正確に言うことを聞いてくれるわけでもないので、とりあえず今回は動くってところで十分でしょう。で、あとは外装を作っていきます。モルガはカラーパターンはいろいろあるんだけど、一番メジャーなのは白というかマットシルバーなので、今回は石を使
っていきます。車輪はちょうど赤鉄鋼の色がバッチシなのでこいつで作っていきます。メインの資材として石と赤鉄鋼を採用するのは他にも理由はあるんだけど一旦置いといて、本体の内側にもベアリングで小さい車輪をつけとこうかな。細かいところはやりながら調整するとして、イメージとしてはこんなもんかな。よし、じゃあこれで動くか試してみん。さすが暴れベアリングと言われるだけあって暴れますねこれね、物を付け外しした時の弾みで挙動が変わることも分かってるので、何回か試したりもしてるんだけど、何回やってもダメですねここで改めてちゃんと回転するかを確認してみてるんだけど、ちゃんと回ってはいますね。それはいいとして、ちょっとね、回転数が不安定なのも分かってたんだけど、これたまに4桁まで行ったりしてますね昔はこの回転数を確認する機能が実装されてなかったので本当に何も分からなかったんだけど、こうしてみるとかなり不安定ってことが分かりますね。それはいいとして、やっぱし何回試してもダメなのってどっか改善できるところがあるのかな。強いて言えばペアリングのくっつけ方か、外輪をボディにくっつけてるんだけど軸側をボディにくっつけた方がいいかもしんない。試しにやってみると、やっぱダメか。お、やっと動きました。まあ後ろに進んでるんだけど、回転方向もランダムに変わることが分かってるので、一段階進んだと判断していいでしょう。ただ、さっきの改造をしてもたまに走れるようになったとはいえダメなことも少なくないので、効果があったかどうかは疑問ですね。まあ、実測値で成功する確率が増えたのでこのまま進めます。それよりも成功する時でも必ず後ろにしか進まないので、これ前後ひっくり返した方がいいんじゃないか。回転方向が変わらない暴れベアリングが作れたとしたら、それはそれで快挙なんだけど、まあとにかく、ちゃんと走りました。ちょっと方向が傾いてはいるんだけど、なかなかいい感じですね。ちょっとした段差だったら登れるパワーもあるし、無限動力なのでどこまでも走れます。ちなみに本物のモルガは背中に大砲を積んだ状態で描写されることが多いんだけど、今回は正面についてるレーザーカッターのみ実装してます。ついでに言っとくと、本物はメインの車輪が打撃武器というか踏みつけ武器になってるのと、尻尾の赤い部分が小型のビーム砲になってます。まあそんなこんなって結構遠くまで走ってるんだけど、
こいつ重量があるので水中を走ったりもできますね。挙動はかなり不安定ではあったし、実際これたまたまうまく動いてる感はあるんだけど、これはこれでなかなか面白いものが出来上がったんじゃないでしょうか。って言ってもね、今回はね実戦を想定して作ったので、実際に戦ってみましょうと言いつつも、さっき作ったモルガを持ってこないまま戦ってるので、一体何をやってるんだって思われそうでもあるんだけど、ちょっと待ってね。このくらいでいけるはずなんだけど、よし、おりゃ。はい、設計図で登録したモルガを生成して壁に突撃させることができました。残念ながら破壊には至らなかったんだけど、要は今回のモルガの材料は石と鉄と石鉄鋼、あとはベアリングだけなので、基地の周辺で戦いながらほとんどの材料が揃う。で、鉄と電池さえ準備しておけば続けて何体も召喚できるってな想定だったんだけど、挙動が不安定なのはどうしようもないな。これ突撃したやつをもっぺん引っ張ってきて動かそうともしてるんだけど、どっか破損したはずみでも挙動が変わったりするので、まあ程よく収集がつかなくなってきたのでこの辺にしときますか。ということで、モルガやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。最後はね、ちょっと実戦には使えないってところって残念ではあったんだけど、走らせて遊ぶ分にはなかなかの面白アイテムになったんじゃないかな。で、戦いながら材料を揃える作戦は無限に戦力が増やせるっていう画期的な作戦だと思ったんだけど、これね、ベアリングがうまく設計図の範囲内に落ちてくれるとは限らないんだよね。なので手で拾って集めたりもしてるんだけど、そもそもビームをかわしながらこういう系統ができるような人ならとっとと敵を殲滅できるはずなので実用性は低いと言っていいでしょう。で、壁を壊すだけだったら意外とやってなかったあれの方が実用的なんじゃないか。ということで、次回はドローンロケットやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。